るかな。こんにちは、望月さん。あ、水木くん。誰を探しているんですか？そんなにキョロキョロして。今私の目の前にいる人。え、驚かなくてもいいじゃない。ここに来れば会えるかなって思ったんだ。そうですか。何か言うですか？甘いものはちょっと。じゃあ何が好きなの？カレーライス。本当？私もカレーは好き。あまり辛いのは食べられないけど。あ、ねえねえ、私が作ったら食べてくれる？それはちょっと。ひどーい。私のこと不器用だと思ってるんでしょう。違うんですか？期待しないで待っていますよ。よし、じゃあ頑張っちゃおっと。それではまた。うん、またね。料理か。今度お母さんにやろうかな。あ、お兄ちゃん、ただいま。おかえり、アンズ。これが当番組が独自に入手した怪盗アイリスの映像です。突然現れたもう一人の女怪盗、アプリコットとの関係が話題になっておりますが、はあ、二人ともご飯できたわよ。はい、着替えてくるからちょっと待って。アプリコットです。ん？ああ、君か。こんばんは。今、お邪魔しても大丈夫？いいよ。あ、何か飲む？ううん、長いのしないから、お構いなく。そっか。なんか、女の子が自分の部屋に来ることってそうなの？ああ、実家の方にだって女の子が遊びに来たことは数えるくらいしかないよ。へえ、意外。松原さんモテそうなのに。なんかサッカーしか頭にないって思われてたみたいで、そんなにはモテなかったよ。それに実際サッカーしか頭になかったからな。なんか松原さんらしいわね。あ、しまった。え、なに？もうすぐ風呂の時間が終わっちまう。悪い、俺ちょっと行ってくる。じゃあ、また今度。ごめんな。着替えは。しょうがないか。また来ようっと。おかえり、アンズ。
兄ちゃん、ただいま。疲れただろう。はい、これ。何？ジュース？疲労回復特製ジュース。お兄ちゃんが作ったんだ。へえ、ありがとう。いただきます。中身はほうれん草、シソ、グリーンピースと緑色の野菜で統一してみたんだけど。どうした？大丈夫か？なんか今鼻にツーンときた。はあ、わさびが入ってるんだ。なるほど、それで。って罰ゲームじゃないんだから。わさびは体にいいんだぞ。じゃあまた明日な。うん、おやすみ、お兄ちゃん。今日のお仕事はこれで終了っと。じゃあ、おやすみなさい。行ってきます。暑いから倒れないように気をつけるのよ。今日はもう店じまいだ。そうですか、わかりました。早くいろいろと手伝いたいのに。ただいま。現場の川村元気くん。はい、現場です。ここが毎晩看護婦の亡霊が出るという噂の。元気くんって可愛いわね。お母さん。あら、なんか文句ある？別にないけど。母さん、お腹すいた。はいはい、もうできてるわよ。アンズ。あ、お兄ちゃん、ただいま。あ、しまった。え？いや、なんでもないよ。コウモリ型グライダーをメンテナンスしたいから、後で部屋に持ってきてくれるか？うん、わかった。
今日のお仕事はこれで終了っと。じゃ、おやすみなさい。はあ、夏休みだもん。もうちょっと寝てもいいよね。こら、起きなさい。お母さん、目玉焼きが冷めちゃうのよ。早く降りてきなさい。はい。はい、越冬リポートです。今日は北海道札幌市に来ています。北海道の夏といえば。おはよう、アンズ。お兄ちゃん、おはよう。昨日うなされてなかったか。空耳かもしれないから気にするな。もう変なこと言わないでよ。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。私も泳ぎたいな。あれ、あそこにいるの、お兄ちゃん。お兄ちゃん。アンズ、どうしたんだ、こんなところへ。お兄ちゃんこそ何やってるの。それは、そうそう、たまには海岸を走るのもいいかなと思って。海岸を走る？なんか怪しいな。じゃあまたな。あ、お兄ちゃん。行っちゃった。どうしたのかな。お母さん、ただいま。お帰りなさい。もうすぐご飯だからね。お腹すいた。はいはい。シュートコースガラキー、松原打った。だが枠の外、思いっきり外してしまった。あちゃ。着替え完了。ヒース、行くわよ。了解したわ、ご主人様。屋上を送ろうかな。君か。元気くん、元気だった？やっぱり受けなかったか。それで、今日は何の用？特に用はないんだけど。あ、そうそう。元気くんって、本当にミラちゃんと付き合ってるの？そうね。ケチ、教えてくれたっていいじゃない。君
君は僕のこと好きでもなんでもないんだろ。だったらそんなのどうでもいいことじゃないか。もしかしてこの間言ったこと身に持ってる？まあでもこれ以上あらぬ噂を立てられても彼女も僕も困るしね。僕にとって水島ミラは妹みたいなものだよ。やっぱりそうなのね。見た感じ恋人とはちょっと違うなとは思ったんだけど。見た？どこで？あー、今映画の撮影やってるでしょ。そこで偶然見たの。くれぐれも川村元気と水島ミラは怪しいなんて噂を撒き散らすなよ。しないわよそんなこと。あ、そろそろマネージャーが来る時間なんだけど。え、そういうことは先に言ってよ。じゃあまた来るわね。あまり来なくていいよ。可愛くないなあ。もうのお仕事はこれで終了っと。じゃあおやすみなさい。もう朝？アンズ、ちょっと話があるから降りてらっしゃい。あなたはやればできるはずなんだから、頑張ってちょうだいね。はーい。行ってきます。行ってらっしゃい。こんにちは。こんにちは。トレーニングですか？ここの公園は気持ちがいいからよく走ってるんだ。そうなんですか。私ここは通学路でよく通るんですけど、全然知りませんでした。普段は海辺を走ってるんだけどさ、最近暑いからこっちの方がまだマシかなと思って。こっちの方が木も多いし日陰が結構ありますもんね。じゃあ、俺もう行くね。あ、引き止めてすみません。あの憧れの松原選手と話ができるなんて、本当はすっごく嬉しいはずなのに。外はそんなに暑いの？え、誰？こんにちは、アンズ。元気くん、こんなところで何してるんですか？何って、本を読みながらコーヒーを飲んでいただけだよ。ファンにバレたら騒がれますよ。大丈夫、そうなったら心マスターがうまく逃がしてくれるし。いつもグラサンと帽子で顔を隠して隅の方でこっそり飲んでいるんだ。いつもってことはここにはよく来るんですか？うん、ここのコーヒーが気に入ってるんだ。アンズもここの常連？同級生がここでバイトをしているんです。同級生？
そういえば、アンズは高校生だったよね。私は高校2年生です。確か元気くんは…僕は中3。ねえ、高校って楽しい？もちろん、すっごく楽しいです。そっか。元気くんは来年から高校に行くんですか？さあ、まだわからない。じゃあね。あ、お邪魔しちゃってすみません。こんなところで元気くんに会うなんてびっくり。望月さん、いらっしゃい。元気くんと知り合いだったんだね。あ、こんにちは。元気くんがこの喫茶店の常連だったなんてびっくりしました。常連って言っても夏休みに入ってからだけどね。今海の方で撮影やってるんだって？はい、映画の撮影だって聞きましたけど。今日はアツシ来てないんだけど、何か飲む？ごちそうするけど。本当ですか？じゃあアイスミルクティーください。はい、了解。ここだったら元気くんとゆっくり話ができそう。またこよっと。よ、いらっしゃい。また来ちゃいました。そういえば、水島ミラと川村元気、最近どう？特に変わったこととかはないんですけど、なんかあの二人って兄弟みたいですね。あんな美少女が妹だったらいいね。もう、一ノ瀬さんから可愛い女の子だったら誰でもいいんですか？あ、しまった。俺ってついそういうことばっかり言っちゃうんだよね。冗談だからな、冗談。どこまでも冗談か、どこまでも本気なのか。おーい、一ノ瀬、バックスがエラーになってるぞ。え？すみません。著名人が覚醒剤取締法違反で相次いで摘発され、捜査本部は入手先の特定を急いでおり。二人ともご飯できたわよ。はい、着替えてくるからちょっと待って。今日は誰に予告状を送ろうかな。